他にこう最近気になった話題はあります？ニューステレビ見てて。はい、大谷君なんか自分の子じゃなくてよかったなってつくづく。なんでですか？だって、いやいや、あんまりにもね、あのうちあれなんですよ、リンのね、あのお勉強会に行ったわけですけど、あとワンクール行ってくだ、来た方がいいですよって言われたけど、出撃教室、そう終えた時に、いやこれ以上あのうちのお嬢様あのお利口になったら飼い主のバカさがね目立つなと思って。あれは本当にね、あの犬のしつけじゃなくって、あの飼い主のしつけですね。いやけど大谷選手が自分の息子だったらって、いや怖い怖い、うん、怖い怖い、どれだけの、うん、やっぱり彼の天性もあるんだと思う、あのゴミを拾ったりなんとかっていう、はいはい、私の遺伝子にそんないいものがあったかなと思ったり、それからそのみんなにね、大谷君のお母さんですよねって言われるのがなんかね、私耐えられないような気がして。そんなことないでしょ。だってもうあそこまで突き抜けちゃうと、ただあの上りがあったら下りがあるわけじゃないですよ、まあ、そうすると下った時の人間性っていうのが出るわけじゃないの、はいはい、だからその時のやっぱりこうフォローっていうのが自分にでききれるのかなとかね、あとそのそこを考えちゃいますね、考えちゃう、それからその結婚した相手に対してのそのあれがどうなのかなとかね、本当に大谷君が自分の息子じゃないからそこまで考えますけど、うん、逆に本当にそうだったらその時は多分考えないと思います。いやでもね、バラ色の人生しか多分いや想像できないじゃないですか。長く生きてくると、世の中バラ色なんて言っときよ。ああそうなんだ、まあまあそうか、なるほどね。そうするとね、やっぱりで、ね、人は老いる、で若い時は本当に一時、そういうのも全部経験してるわけじゃないですか。じゃあ逆にお母さんのバラ色の時はいつだったんですか。分かんない。いやけどさっき今、うん、もうお金があったらもっとバラ色かな。あけどまあそっか、今はまあ子育て、まあお母さんの自分の時間がある、そうですね、っていうことかな、うん、それでそんなにこうもう大人なんだから自分の頭の生えは自分で追いなさいと、それまで私はあのそれはできるだけのことをやったけど、足りないといえばそれ足りないけど、でもねお母さんね人間だから、ね、あの紙でも何でもないわけだから、はい、だからあのキリがやっぱりあるわけで、でこれでねその年でもお母さんがね覆いかぶさるようにいたらそれおかしくない？まあまあそうですね、だからあとはあのあなたたちがどうこれから生きるかを試されてるんだから、はい、しっかりと足をね踏ん張って生きてくださいよって、うん、だからね全然はいどうぞって言って、でもしなんかねあの悪いことが起きたりなんかしたら、よくいやそういうふうに育った覚えはないですけど、いや私きっとそう育てちゃったんでしょうねって私は言ってのけられる気持ちがあるんですよ、うん、人間はね所詮人だから。